どうも、ココアセヤです。だんだんと寒くなってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。いや、秋ですね。というわけでですね、今日はですね、そんな秋から冬に向けてですね、特に初めてキャンプをする方に向けてなんですけれども、ぜひ楽をした方がいいですというところです。はい、具体的にはですね、今僕の目の前にこういったものがあります。これ今どういったシーンを演出しているかというと、こう焚き火台でこう薪を燃やして、でこのケトルを温めて中のお湯を温めるというようなところを演出してるんですけれども、もちろんこういった、まあ、ザ・キャンプみたいなことをやるのもすごく楽しいですし、これこそこれぞキャンプでしょっていうような感じが経験できるので、これはこれ一つおすすめなんですけど、今日はですね、あえてこの絵よりも別の方法をちょっとご紹介したいと思います。それがですね、こういったものですね。じゃじゃん、オープン、ドーン、ガスコンロですね。まあ今回のテーマがちょっと楽をしましょうっていうテーマなので、今日はこれをちょっと持ってきたんですけど、まあ要はですね、お湯を温めたいなっていう時に、じゃあ例えばキャンプやってて、夕方以降になってちょっと焚き火しようかっていう時に、寒いからじゃあ温かいコーヒーを飲むから、じゃあ焚き火でせっかく燃やしてるからついでにお湯も沸かそうよっていう、それは全然 OK だと思うんですけど、じゃあ翌朝ですね、朝起きてちょっと肌寒い、ちょっと温かいスープなりコーヒーなり飲みたいなっていう時に、朝寝起きでいきなり火をねつけるっていうのはちょっとなかなかね大変かなと。で、朝キャンプのまあ翌朝っていうのは基本的にまあその日帰る日だったら特になんですけど、もう基本的にはもう朝テントを片付けて、でチェックアウトの時間までに出なくてはいけないので、割と朝結構バタバタするんですよね。そういう時に焚き火の火をこうつけるってなかなかちょっと難しいかなと思うので、ぜひちょっとこういったガスコンロですね、これをちょっと特に初めての方、初心者の方にはおすすめしたいなと思います。まあポイントは3つですね。まず1つ目、圧倒的に火を起こすのが楽。もうそりゃそうですよね。あのガスコンロ、まあご想像の通りこういった、まあ、熱源はですね、これはカセットボンベになるんですけど、もちろんカセットボンベじゃなくて、OD 缶と言われる、まあ、アウトドア用のガス缶を使うものも中にはあるんですけど、これはカセットボンベのタイプです。をセットしてもらって、スイッチをカチッと入れると火がつくっていう構造なので、圧倒的に楽です。片付けもめちゃくちゃ簡単なんですよね。こっちだ と、片付けるっていう、その前に片付けの作業の前にまずここの火が消えないとダメなんで、火が消えるのを待たなければいけない、もしくは、まあ強制的に消すっていう方法もあるんですけど、まあ、その作業がまず手間ですよねって。で、灰捨て場まで灰を捨てに行ってやっと片付けっていうところなんですけど、これに関してはこれにしまえばいいんで、まあ、それだけです。はい、なのでもう片付けがめちゃくちゃ楽ですね。そして2つ目、火加減の調節ができるんですね。これ結構料理においてはすごい重要ポイントかなと思うんですけど、特にまあキャンプに行って割とやっぱり初めてキャンプをこれからやろうかなって思う方は特になんですけど、せっかくキャンプ行ったらちょっとやっぱりキャンプ飯調整してみたいなって思う方結構いらっしゃると思います。でそういった方はですね、やっぱりキャンプ飯を美味しく作るためには火加減って結構やっぱり重要だったりするので、
火加減の調節がやっぱり焚き火だとなかなか難しいんですよね。なんですけどガスコンロであれば強火弱火がこれでできますので、なので、非常にあのご飯が美味しくできるというところですね。で3つ目なんですけれども、こちらであれば災害時用に使えるんですね。で、まあ、やっぱりキャンプ用品ってイコール防災用品って思っていただいてもいいかなと思うぐらい、やっぱり今防災用としてもキャンプ用品ってすごく注目を浴びてますっていう中でですね、やっぱり焚き火台だと、まあ、まず薪がないと火が起こらないので、まあ、災害時ってなったら本当に困ってる時にこれ準備できるかって言ったらなかなか難しいかなと思います。こっちだったらやっぱり災害時でもこのカセットボンベがあればつくの でカセットボンベは割と、まあどこでも手に比較的入りやすいかなと。カセットボンベとこの薪、しかも乾いてる薪が必要なんで、薪がどっちの方が災害時に手に入りやすいかって言ったら、もう圧倒的にカセットボンベかなと思いますので、やっぱりこちら災害時用としても使えるっていうところで、これが調理として今回、焚き火台よりもカセットボンベをおすすめする3つの理由となってますので、ぜひですね参考にしていただいて、これからキャンプを始めようかなという方、特になんですけれども、最初は楽をしてもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひご検討ください。ではチャンネル登録といいねよろしくお願いします。